技的マークとは、技術基準適合証明と、技術基準適合認定のいずれかあるいは、両者の認証がなされていることを表示するマークで、総務省令に定められたものである。技的マーク、球技的マーク技術基準適合証明は、電波法令上の特定無線設備に対する認証と、技術基準適合認定は、電気通信事業法令上の端末機器に対する、それと対象が異なるため、 当初はマークも異なるものを用いていた。また、技術基準適合証明の認証を要する機器の一部には、郵政大臣から不正使用防止のための ID を指定されるため、コードレス電話や PHS 端末などには3種類のマークを表示しなければならなかった。しかし、機器が小型化し、特に複数マークの表示が困難なものになり、百九十五年四月より、これらは統合され、 マークは単数となった。さらに筐体 A の印刷、またはラベル調布ではなくディスプレイ表示することもできるようになった。また、複数の特定無線設備を搭載する機器には単一の工事設計認証番号が付与されることにもなった。なお、技的マークには認証の種類を表す記号及び認証の内容に関する番号も併記することが義務付けられている。 マークの表示例上段は、技術基準適合認定の設計認証番号下段2つが、技術基準適合証明の工事設計認証番号、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第7号及び第14号並びに、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第7号及び第14号による、上記の総務省令及び これらに基づく告示による、電波法第4条、第2号には、この表示が付された、特定無線設備を、適合表示無線設備としている。ただし、総務大臣が、技術基準に適合していない場合に、他の無線局の運用を阻害するような懇親その他の、妨害または人体への危害の発生を防止するため、特に必要があると認めて公示したものはこの限りでは、ない。電波法と、 電気通信事業法におのおの定められている。この場合は、電波法第38条の23第2項及び、電気通信事業法第55条第2項によりその旨が公示される。電波法令の技術基準改正、または周波数割り当て変更などの理由で、従前の無線設備が一定の期日以後は無効と、みなされることがある。この場合は、 無線設備規則の改正不足に規定される。2012年4月1日以後に技的マークが無効になる危機器は次のようなものがある。第4条に無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければならない。ただし次の覚悟に掲げる無線局についてはこの限りでない。とある。ここで適合表示無線設備であることがとしている。 また改造を防止するため、無線設備規則に、筐体を容易に開けることができないこと、となっている。すなわち、適合表示無線設備と同等の機能であっても、技術基準適合証明の技的マークのない機器、または、技的マークがあるが改造された機器の使用は、総務大臣の免許のないまま無線局を開設した、こととなり、第110条第1号により1年以下の懲役、 または100万円以下の罰金刑に処される。第38条の7第4項に特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示を除去しなければならない。とある。これに基づき証明規則第8条の2には次のように、規定されている。すなわち、技術基準適合証明の技的マークのついた機器を改造したら、表示を除去しなければならない。 これを怠ると、第112条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。罰則があるように特定無線設備の改造は、奨励されるものではない。技術基準適合証明がないのに、技的マーク、または紛らわしい表示を無線設備に表示したものは、第38条の7第2項に基づく、第112条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。 なお、アマチュア無線で使用されるアマチュア局用の技的マーク付きアマチュア無線機の筐体を無線従事者が修理などで筐体を開閉しても技的マークは無効にならない。第52条に電気通信事業者は利用者から端末設備をその電気通信改善設備に接続すべき旨の請求を受けたときはその接続が総務省令で定める。 技術基準に適合しない場合、その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができないとある。すなわち、技術基準適合認定の技的マークのない機器は、技術基準に適合するか不明なため、接続を拒否されることがある。技術基準適合認定がないのに、技的マーク、または紛らわしい表示を端末機器に表示したものは、第53条第3項に基づく。 第187条第1号により50万円以下の罰金刑に処される。ありがとうございます。